長いね、長くない？大丈夫？はい、それでは皆さん、こんばんは。映ってないよ。こんばんは。映ってないよ。まだですか？遅れてるんだと。あ、結構遅れてますね。ね、本当だ。そうなんだ。うん、何待ち？これ何待ち？映ってんのかな？それを待ってるとずっとどんどん遅れてってしまう。じゃあかなり遅れるんだね。え、始まっているんですか？はい、始まってます。はい、どうも皆さんこんばんは。始まった。はい、あ、本当だ。始まりましたね。始まりました。オズチャンネルの特別版でカズちゃんです。本日マジシャン担当カズ片山です。そして今日は2人来てくれました。こちらから自己紹介。はい、ペルちゃんです。はい、そしてショークです。はいはい。どう見ても怪しい3人ですね。どこがですか、ね、どう。ペルちゃん、それは何なんですか。どう見てもヘロインじゃないんですよ。これハロインですよ。ヘロイン、ヘロインじゃないよ。エドウィンじゃないよ。ハロインだよ。今日はでもハロウィンショーをやってくれたんですね。そうなんですよ。ペルちゃんかわいい。一人ハロウィンでパツキンにして。そうでございます。すごいね。まずは格好から。で、翔子ちゃんまた今日はセクシーな翔子ちゃん、肩出して、ね、肩出して、ね、いつもの衣装。そうですか。そうですよ。いつもの衣装だね。いつもの衣装でした。いつもの衣装で今日そのまま待ってから来ました。まあこういう感じで今日はお届けいたしました。はい、ハロウィンということでね。はい、かぼちゃで何するんですか、ハロウィンは。え、ハロウィンかぼちゃで何するか知ってる？え、かぼちゃのお化けですか？うん、かぼちゃで提灯作るんじゃん。ランタン。へえ。ジャックザランタンっていうのがある。って知らなかった？知ってるでしょ？知らなかった。キャンディーのイメージ。あ、かぼちゃ出してるじゃないのよ。出してるけど。かぼちゃ出してた。可愛かった。かぼちゃをランタンっていうイメージあんまりなかったです。あ、そうですか。はい、かぼちゃで作るんだよ。そうなんですね、うん、でも向こうのかぼちゃオレンジのやつだからね、あのでかいこういうやつだから、ね、うん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 、ね、重たい、これ重たい。ああ、これね。ああ、なるほどね。なるほどね。チャット、何にも来てないですね、まだね。誰も見てないですね。見てるよね、でもね。だって7ってなってるから、ね、か見てると思うよ。ランタンってかぼちゃの中身をぎゅーっとくり抜いて、中にろうそく立てて明かりがつくようにしてするの。知らなかったです。勉強する。細かいや、うん、へえ。ハロウィンって何の日か知ってる？大体にして。子供が飴くれっていう日。はい、大人は飴をあげる日。なんで？なんでそんな日なの？おお、なんでそんな日なの？考えたことなかったな。ぼーっと生きてんじゃねえよ。ぼーっと生きてます。チコちゃんに怒られるよ。万聖節っていうの。え？万聖節。何語ですか？日本語ですけど、もともとアメリカの収穫を、うん、俺も忘れたな。ちょっと正しく覚えてない。多分ね、収穫祭とセットだはず。なんか意味深そうで調べてみます。意味深いですよ。ちゃんと調べてみた方が。じゃあなんでコスプレするんでしょうね、みんな。それ日本だけみたいですよ。あのほら、トリックオアトリート、子供たちは、うんうん、あのお化けの格好して子供に。あのお家回ってあのお菓子もらうんだけど、うんうんうん、大人の人はやるの日本だけで。そうなんですね。日本人って仮装するの好きなんだよね。そうかな。私あんまり仮装とか好きじゃないですよ、ね、やかましいわ。でもベルちゃんの仮装いつも可愛いから見てる人を幸せにする仮装が、ね、好きですね。これはあの帽子は何ですか、それ。狐の尻尾かなって思ったんだけど。で、これね、何なんでしょうね、この色合いね。可愛いですよね、でもね。狐の尻尾にも見える。見えるよね。そう、今日、焼酎に偶然落ちて、しょうちゃんとね、コラボの時に偶然落ちて、すかさずしょうちゃんが帽子を拾ってくれて、そのペルちゃんがマジックでボトルを出して、それをこう、こうね、何のこの打ち合わせもなく、パッチングしたっていう、どうです、このコラボレーション。いやいや、それぐらいは。それぐらいはできるでしょ。感動の一瞬でした。感動、ね、あ、結構自分らで感動したの。うん、久しさ。シュッシュって。そう、シュッシュって来たから。おお、かっこいいね。なるほど。どうでしたかね、私たちの初コラボレーション。いや、僕もまだ見てないからさ。見てないんかーい。だって見られへんがな、そら。先生、横からも見てないの。横からも見てない。チラ見しましたよね。チラ見したのはベルちゃんがやってるとこと、あ、翔子ちゃんがやってるとこ見て、二人の。
あれは見られた。そうなんですね。だってその間次のセットしながら、あのチラ見は見てくれてるのかと思って。どのチラ見だったっけ先生が見えたんですよ、カーテンから。あ、そうなのか。翔子ちゃんがやってる時はあの裏に行ってみたよ。あの、うん、確認させて。はいはいはい、裏、ありがとうございます、はい、見てくださってると思って。あ、まあだからね、そのハロウィンのコスプレつながりで、はい、はい、なぜ女子マジシャンはコスプレが好きなのかと。好きでしょみんな。まあ大体好きですよね。大体みんなあの普段と違う格好でマジックやでしょ。まあそうですね、私服でやる人はあんまりないですね。あんまりあのエプロンであのセッター履いてやったりしないもんね。あのリクルートスーツでマジックやる人もあんまりいないもんね、うん、確かに。なんか派手な格好でするじゃん。あれじゃないですか、キャラクターじゃないですか。キャラクターなんだけど、うんうん、しょっちゅう変わるんだもん。だってしょっちゅう、だからいろんな人になりたいですよみんな、うん、いろんな人になりたいの。そう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 、いろんなキャラになりたいんです。衣装チェンジとか皆さんよくやるじゃないですか。はい、女性マジシャンはすごくよくやります、うん、あれはやっぱり何ですか、その変身願望があるんですか。私はありますね。翔子ちゃんもね、舞台あの明かしちゃうとショーの間で衣装チェンジやってるんですけど、あれは変身願望っていうわけではない、うん、いや私の場合はそのストーリーになってるので、うん、はい、転換でパンって衣装が変わると、うん、物語の場面が変わったっていう風に表現できるので、うんうん、表現方法として使わせていただいてます、うん、なるほど。うーん、だマジックとして別に衣装代わりを見せるっていうわけではないんだね。そうですね、どっちかというとストーリーの変換って言って、転換点を見せるっていう、はい、あペルちゃんらは、まあ、ペルちゃん自身衣装代わりか早着替えかの手順持ってますけど、はい、他のマジックでもよく衣装替えするじゃないですか。そうですね、衣装替えがなかったら終われないみたいな状況があるじゃない。終われないというか衣装替えがないと始まらないって方ですね、うん、始まらないと。でもペルちゃんの衣装チェンジ大好きです、超可愛い。なんか窓とか見ててもキラキラするし、うん、なんかすごい夢があるし、うん、ペルちゃんの衣装チェンジ好き。いや、どんな手順でも最後衣装チェンジなんだよ、なんかな。あ、そんなことないですか。そんなことはないです。そうですか。そんなことはないです。あれはもうあれで一パッケージなんで。いや、あれはあれでトップオッケーじゃん。ほら、誰かと例えばミントちゃんと組んでやったりとかするとみんな衣装チェンジ、ね、うん、確かに。でもさ、ペルちゃん本当何やっても可愛いと思うんですよマジで。これが私ね、後悔見たもんね。ショコちゃんラブはすごいな、ショコちゃんのペルちゃん。実感したのこの前、2人でねコスプレしたんだよね。あ、そうそうそう、そうパチンコ屋さんで、あ、そう、営業で、うん、営業で鹿児島で、うん、ほうほうほう、可愛かった。大分で2人でピンクのカツラかぶって、うんうん、はいはいはい、写真見えた、見た、はい、マドカマギカのコスプレをして、マドカマギカ、はい、最初ねちょっと私たち大丈夫かなって。そうなんですよ、なぜ設定が15歳かなんかのマドカマギカのコスプレを私たちが着るっていう。お茶もいいとこだねめちゃめちゃテンションがってやってて、うん、意外とね来たら行けました。行けるんか、まあ、楽しくてわーってやってて、でペルちゃん本当可愛かったんですよマジで。これを100人から1億バスで可愛くて、で私あんまコスプレしたことなくて、でペルちゃん可愛いよって言ってくれて、周りの人もいいよって言ってくれてやってくれてたの。で外人さんみたいだった。で大体ね、そのコスプレすると、うん、あのフォロワーがすごい増えるらしいんですよ、ファンが多いから。はいはい、ああ、ね、コスプレのファンね。そうそう、そのキャラクターのファンの人が、うん、そうそう、うん、だから、うん、あのマドカマギカって入れた方がいいよって言われて、うん、ね、シャープね、シャープ、シャープ、なんて言うんだろう、シャープ、ハッシュタグ、ハッシュタグ、ハッシュタグ、そう、すごいね、ファンが多いから、すごいフォロワーが増えるよって言われて、うん、載せたんだよね。うん、ペルちゃんすごい可愛かったの。うん、そしたらフォロワー増えたので、私載せたの。フォロワーがね、45人減ったの。これマジで翔ちゃん減ったのか。そう、見ながらあれフォロワーがどんどん減ってく、上げるたびにコスプレを上げるたびにどんどん減ってくっつって、本当の実話です。これそんな人だと思わなかったってことなのか、イメージがあるのかもしれない、ね、イメージがあるのか。そう、あのちょっと私ね、もう一回出直してこよう、出直してこよう。まあペルちゃんはね、普段からかわいい、ね、コメントいただいてます。はい、何ですか。はい、ヘボ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 さん、はい、オズマンド行ってみたいです。では人も来てください、ヘボヘボさん、はい、あれ小川シュート、はい、あれちょっと待ってください、小川シュートって書いてある、これ小川シュートさんじゃないですか。シュートじゃない、今日のシュー見たかったです。あ、今日のショー見たかったです。残念でした。ほんとね、よかったです、来ていただかなくて、うん、なんでやなんでやいや、もう、え、でも来ちゃったらドキドキしません、緊張しません。まあペルちゃんはなんかシュート君にひどいことしたらしいからね。そう、初めて小川シュートさんが私のショーにたまたまメイド喫茶、喫茶メイド喫茶メイドカフェで私がマジックショーをやるなんかイベントがあったんですよ、はいはいはい、したら
どうしても席が空いてなくて小川修斗さんがど真ん中に来ちゃったんです、一番前 前の。おうおう、で私緊張するじゃないですか。おうおう、あまりにも緊張して、ね、小川修斗さん手が震えて、ね、ビーズをバッグの中に入れて、ね、おまじないかけるとネックレスになるってマジックがあったんですけど、はいはいはい、もう緊張して手が震えて、はい、ビーズを袋に入れてバンって開いてもまたビーズで、はい、そのビーズが小川修斗さんの画面にバシャーってかかったのが初対面でございます。どうも。それをわざとやったんですか。いや、なんでやねん。だから出てやる。あ、修斗さんだって緊張しちゃったもんね。すごい前ですよ、一番前ですよ。ど真ん中近いの、距離が。それだいぶ前の話。だいぶ前です。あのメイド、そうです、カフェがあった時だいぶ前です。ちょっと待ってください。10年ぐらい前かな。ちょっと今聞き捨てならないことを聞いたんですけど、はい、ペルさんメイドカフェ出てたんですか。あ、違う違う、まあ、そういうわけじゃない。メイドカフェでマジックショーっていうイベント、こうラブラブとかやってたんじゃない。いや、それ萌え萌えとかやってないですよ。いや、でやれるやないけ。萌え萌えやってないですね。やってないです。そんなイベントでね。そう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 、そのシュートさんがね今コメントをいただいてます。今日見たかった。まあね、普段のオズマンドとは違ってもう3人でやってますし、今日はほんでしかもペルちゃんとショウコちゃんのちょっとしたコラボもあったし、ね、そうなんですよ。でショウコちゃんも新作だったし、ペルちゃんもまあ新作といえば新作だったし、そうなんです ね、 ね、本当だからちょっと見応えはあったと思います。はい、結構皆さん見てくれてコメントいただいてます。はい、ナオパンさんもこんばんは。はい、高橋ゆこさんもこんばんは、ね、チューリップさん、チューリップさんもこんばんはってなってますね。こんばんは。あ、シュートさんがペルちゃんに最初会った時にも衣装チェンジをやってたような、あ、衣装チェンジの時にビーズを飛ばしたのかもしれませんね。いや、やっぱりさ、あのあれなの舞台は別世界だから違う人になりたいという願望があるんですかね。あるのかもしれないですね、無意識の意識で。で、やっぱりマジックやってるの前ペルちゃん言ってたような気がしたけど、はい、いい年越えても可愛い服着れるとかいうのがマジックやってる理由になってるとかいう。そうなん、それはあの北見真紀さんっていう、はいはい、あの大御所のね、もうお亡くなりになったけど、はいはい、があのマジックやってていいところはいくつになっても、うん、あの若い服装ができることだよって教わって教わったんですか。教わったんです。教わって心に今受け止めました。でそれからそれを信念として信念なんですか。信念としてね。じゃあずっと若い格好でいくの。うん、多分10年後もなんかトランプ柄のミニスカートとか履いてる可能性あります。え、履いててほしい。いや結構でも大変だよね。いや、ペルちゃんはペルちゃんはね、もう何歳になってもペルちゃんだから。何歳になってもペルちゃんですけどね。そうなんです。だからね、いいの、あの可愛い格好いっぱいしてる。ウケる。シュートさんが、うん、記憶に残る出会いでしたね。その説は本当申し訳ございませんでした。うん、本当に申し訳ございません。チューリップも衝撃的な初対面ですね。本当、うん、おかげで覚えてもらいましたね。初対面で。それは忘れない。初対面で覚えてもらいました。うん、高橋ゆこさんがコスプレできて羨ましいですっていう、うん。でもね、普通に着れば誰でもできます。着たもん勝ちですこれは。でもさ、普通の人って着たってさ、あんまり見せる人って友達とか旦那さんとかしかいないじゃない。彼氏とかね。うん、でも。ショーでやってるとほら不特定多数の人に見てもらえるっておかしい話だけどね。確かにそれはあるかもしれないですね。それが快感になるんじゃないかと思って、ちょっとみんなね。でもなんかやっぱり違う自分になれるっていうキャラクターが楽しいのかもしれない。だって自分のままだとやっぱちょっと恥ずかしいとかあるけど、はい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 、なんかそのストーリー作ってキャラクターになったら、うんうん、普段の自分じゃできないことができるっていうの、うん、そう。なんかマリックさんもそうだって噂になるんじゃないですか。あのサングラス、まあ、サングラスはどうなんでしょうね。でなんか聞いたことあります。サングラスかけることによってなんか違う。でもマリックさんだってデビューの頃はサングラスしてなかったからね。あ、そうですね。そうそうそう。あの日テレで、日テレじゃないわ、あ、木曜スペシャルかなんかでやるようになってから、日テレだね、うんうん、やるようになってからだもんね。はあ、うん、そうですよね、うん、あ、ちょっとこれだけ読んでいいですか。はい、チューリップさん、可愛いお洋服お似合いですの後にですね、はい、小川修斗さん、はい、女子お二人可愛いっす、カズ先生もまあ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 かっこいいっす。まあまあってね、うん、まあそこそこかっこいいっすってね。シュートさんにそんな風に言っていただけて、ね、世界の小川シュートさんが今見てくださってるっていうこの、ね、もう本当恐縮しちゃいますね。恐縮しなくてもいいよ、ね、マートは書いてないじゃないですか。あ、マートは書いてない。あ、失礼いたしました。私の心の心の中ですかね。失礼いたしました。ツッコミがありましてね。あ、いいですね。チューリップさんが うん、お衣装も楽しみなうちなので、ぜひミニスカート続けてくださいって、うん、頑張ります、まあね、あと30年、まあ、頑張ります。まあ、でもそう言ってもらえる方が嬉しいよ ね、チューリップさんみたいに、うんうん、ありがとうございます。危ない、まあ、でも大丈夫な人と大丈夫じゃない人が出てくるからね。いずれはね、うん、高橋優子さんもおっしゃる通り、はい、他の人になりきりたいですって。あ、やっぱそうなんだね。いいですね。でもぜひね、優子さんもさ、一緒にさ
ね、うん、いろんな衣装着てほしいです。いろ、うん。おシュートさんがまあまあって言ってないよ。ブッチさんナイスツッコミってね、ナオパンさんがね。みんな分かってる。そうそう、一応ね、私もちょっとあの心の声を届いてみました。はい、やっぱりあの最初に誰かがさ衣装チェンジしてるのを見ていいなと思ったとかそういうことある？ああ、私はもちろんそれはありました。ほう、誰の見たの？あの元祖のお二人です。あのこの間元祖のお二人です。元祖って衣装チェンジの元祖って、ね、あのお二人組のちょっと今名前がちょっと一瞬かっこいい人か、あの女性と男性夫婦で多分やられてる、うん、あの中国人フィズムで見た、あのあそこで見たよね、一緒に、あ、そう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 、ロサンゼルスでキャッスルで見た、キャッスルで見たんですよ、実際ご夫婦さんの、ご夫婦さんのアメリカ人、シュートさん、シュートさん教えてください。いやいや、キャスルで、あのすごい古くからやってる夫婦の、ね、古くからやってる夫婦、すごい古くからやってる方、はい、もう多分その2人組でやってる方としては元祖じゃないですかね。元祖、うん、何回も何回も一緒かった、はい、あ、何回も変わった、もちろんで、最後あの紙吹雪で変わる、はいはいはい、あとお花とかパーンって出したりとかして、あれなんだけど、どうする、ここまで来てるんですけど、ここまで、ここまで、去年の8月にペルちゃんとキャッスルに、ロサンゼルスのキャッスルに、はいはい、でキャッスルでやってた人がいたんだね、はい、一緒のチェンジだったんだ、ね、そう、その時に一瞬ちょっと気づかなかったんですけど、うん、あのちょっとだいぶ時が経たれてたので、あー、その人たちだったんだ、そうそうそう、でマジックを見て、あーと思って、あーってあの気づいたんですけど、恵子さん知ってる、恵子さんも一緒にいたもんね、あ、うん、そうそう、いたいた、それを見た時に自分もやりたいと思ったの、思いました思いました、素敵と思って、こういうマジックやってみたいって思います。でもまあ衣装チェンジってさ、まあ、確かに何回も何回も続ければそれなりにそれなりだけど、うん、今一般の人でもさ、うん、衣装って脱いだら変わるとか、こうホック外したら変わるとかって分かってるじゃん。まあ確かにあの結構、うん、歌舞伎じゃないですけど、そのジャニーズとかも早着替えでね、もやってますもんね。だし今子供向きの早着替え用衣装って売ってたよ、うん、海外にネットで、あのなんかこうくるっと回ったら変わるやつ、そう、あのお掃除の人からシンデレラに、はい、そう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 、まああったし、うん、あとあれフィギュアスケートでもね、障害やってる人いるしね、うん、でも分かっててもやっぱり盛り上がりますね、盛り上がるのは盛り上がるけど、うん、障害だけではなかなかショーって作りにくいよね、うんうん、そうですよね、見せ方とか、そのそうそうそう、でも衣装替えだけで過ごしてましたよね。まあ、ね、この間もフランスのお姉ちゃんね、あの天のテラのやつに出てたね、うん、お姉ちゃんもそうだし、またちょっと古いとこだと、あの日本だと安田裕二さんとかがね、 そうですね、あれはあの北朝鮮とかであの伝統的にある衣装替えを取り入れてとか、うんうんうん、あとボリショイのサーカスでもね、衣装替えすごいのやってるのあったしね、うん、結構ね衣装替えっていうのはだ もともとだって中国の変面とかと組み合わせた中国の古いマジックはこの衣装替えパン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 変わるのあるしね、うんうん、そういうとこから来てるんだろうね、やっぱ中国3000年の歴史だろうね、うん、日本の歌舞伎の 早抜きとかね、あれもね、うんうん、ある意味あの衣装替えイリュージョンだからね、うーん、そういうところはあると思いますけども、ま、衣装替え好きな女子はなぜあんまりスライハンドは好きじゃないんですか。なんか努力の割に、はい、そのすごい、例えば四つ玉ってマジックあるじゃないですか、はいはい、4つがペルちゃんできるようになったじゃん。私もね練習本当にカズ先生に習って、うん、もう手がこのプルプルしながら、うん、だいたい8個出るんですけどね最後ね、だいたいいつも7個ぐらいしか出ないんですね、はい、私がやるとねなぜかペルちゃんが出ると1個ない。そう1個ないです。だいたい1個なくて、あれ7つ余ってなるんですけど、うん、でもあんなに努力して頑張って、うんうん、あのライブで披露した時に、うん、私のウルトラシー見てくれたって友達に言ったんですよ、はい、来てくれたお友達に、はいはいはい、このウルトラシーね、はいはい、このプルプルしながら頑張った努力の半年間、はいはい、そしたら、うん、ウルトラシーってあのハンカチがステッキになるやつって聞いた時に、あ、もうこれは違うって思ってへこんだんです。あの分かりますけど、一般の人から見たらウルトラ C はハンカチがステッキになるやつなんだっていう。いやいやいや、それは、はい、それを言ったらあんた翔子ちゃんに失礼だよ。翔子ちゃんなんてあんた一日ね、何時間も何時間も練習して、ね、で翔子ちゃんが、うん、あのこだわってるところも一般の人に伝わりにくいでしょう。やっぱそうですね、技のすごいところって、とにかく、うんうん、ずっと練習してるんですよずっとレッスン行ってずっと練習してるんですよ。
それはやっぱりあの、ね、伝わりますよね、翔ちゃんのすごいのは。いやすごいのは伝わるけど、うん、でもそのすごいのとオリジナルのすごいのの差は分からへんね。そうで結果的に言われるのが、うん、あの最後5個作ったのすごかったですねって言われる。あ、超えてるやつね、超えあの継ぐやつね、うん、それですかと思って。だからマジックの場合もテクニックをガンガン使ったやつよりも、あのこれ聞いた話だけど、うん、ある素人 の, あの会社の社長さんがこの間すっごいマジックショーを見たと、うん、置いてあるハンカチが、うん、一瞬にした後に何のカバーもなく変わったんだよ。すごいじゃないですか。すごいじゃないですか、うん、こんなマジック、すごいマジック、俺いろんな鳩出し見たけどこんなの初めて見たってびっくりしてたんだって、うん、よくよく聞いたら鳩ベースじゃねえかよ。ああ鳩まあこれ、まあ、一般の方もね多分見られてると思うんでね、まあ、うん、まあ、あの仕掛けでハンカチが鳩にバッて変わるやつ、うん、でもインパクトが強いやつがやっぱり、そうだ、でも確かにそうなのよ、ね、こうやってそれテクニック使ってやるよりも仕掛け使ってバーンってなった方がすごいんだけど、うん、仕掛け物は仕掛けじゃないのよ。でもお客さんの層にもよりますよね、やっぱり。いやでもお客さんはそうよ、自分のポリシーとしてね、うん、結局あの受けるからといって優しいことやるのか、受けないからといって難しいことやめちゃうのかっていうことなのよ。そこが何でしょうね、難しい、なんか難しいか多分ね、うん、あのベルちゃんがウルトラシーって言ってたのはやるのが一生懸命でとりあえずできましたってまだ段階でしょ、うん、表現になってないんですよ、うん、それが、うん、だからあのアピアリング系に負けちゃうわけです。なるほどです ね、うん、それがショコちゃんなんかほらやっぱりだいぶ表現になってるから、うんうん、そのショコちゃんのオリジナル技と普通の技の違いは一般の人には分かんないけど、うん、技がすごいっていうのは伝わってるわけ、うん、まあでも、うん、もうあの多分今はあのバン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 投げちゃってますけど、うん、あのやっぱりあの先ほどお話ししてたように、うん、やっぱこの時が経てば経つほど、うん、やっぱりその見せ方というのは変えていかなきゃいけないというのは、さっきそれは分かります。やっぱりなんか私がそう昔すごいなと思ったのが、うん、ダンサーさんなんですけど、いあの20分ぐらいでやってるダンスの技が3つしか入れてないんですよ、はい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 、めちゃめちゃ盛り上げる方がいて、はいはい、素晴らしいですよ。なんかいつか自分もその一本の技だけでどれだけ盛り上げれるかっていう勝負をできる自分になりたいなっていうのは心がけてます。なるほど、うん、だから四つ玉受けないからってやめないで続けてればいいのに。なんかその受けないからというよりは自分がなんかやりなんでしょうね、わかんないですけど、あんまやりたくない。いやペルちゃんちゃんと練習もやってるしやるから、あのそのペルちゃんのストーリーとかペルちゃんのやりたいショーの中で その時が来たらやると思う。その時があのだってやらなくなったらできなくて、分かるでしょ、技のものは。まあそうですね、マニピュレーションはやらなくなったらできなくなる、またできるようになるに、また時間かかりますね、まあ、ゼロからやるよりはちょっと早いけど、やってた方が楽ですよね。私もやっぱ休んじゃうと瓶を投げるというのに恐怖心が出ちゃうから、その恐怖心と慣れさせる時間がちょっと確かに。じゃあ翔子ちゃんはコロナの間もずっと練習してたの？まあ、練習しかすることないですからね。してます、もうやっぱりさ、ズボラになるとさ、俺ペルちゃんに偉そうなこと言いますけど、はい、俺も練習しないんだ。でもマニピュレーションできてるからいいじゃないですか。だから肘越えで一夜漬けでこう、うん、ま、昔は前日に一生懸命練習したの。最近当日の朝だ、うん。時間も短くなってきて、うん、えらいことになってる。分かります。ね、目標を見た方が頑張れますよね。確かにね、うんうん、なんかこういうところに出るんだとか、こういうショーを作るんだ、コンテストでなんかやるんだってなれば、うんうん、そういう技術の練習も頑張るけど、うんうん、確かに、まあ、確かに。でもペルちゃんもキャラクターが出来上がってるからな、無理して難しいことやらなくていいんです。すごい、ペルちゃん唯一無二ですよ。そうなんですよ。すごい。シュートさんから、はい、ぜひカズ先生のマジック論と衣装チェンジを合わせて、うん、作品作ってほしいですって。一作品、うん、一作品って言って衣装チェンジさ、一作品ね、一作品。先生って衣装チェンジしたことないですか？うん、俺自身はしたことない、あ、そうなんですね。だからまあ衣装チェンジを組み入れて作品作ったら、マサオちゃんの手順は
そうは作ったよね。最後に、あの、まあ、衣装を変えるしかないだろう、ロープでやるのにっていうような話から来て、どうやってその衣装を変えるか、なんで変えたことに意味付けはどうするか、後からなんだけど、それは作りました。あれ素敵な衣装ですよね、素敵だった、ロープの衣装。ただ単にやっぱり衣装替えするだけではね、あの、気をてらってるだけ、まあもちろんただ単に一匹鳩出すだけと同じようなもんなんやけど、それがなんかストーリーになれば、その衣装チェンジがものすごくなくても、すごくストーリーと融和していればね、あの、意味のあることになるんじゃないかなと思いますよね。例えば赤いものばっかり赤いもの出して、最初白い衣装だったのに赤いものいっぱい出して、気がついたら衣装も赤くなってるとか、そしたらあのストーリー的なあのつながりができるような衣装で変えることに対してね、もしくはまあ掃除婦のおばさんがドレスになるとか、それこそシンデレラとかのパターンでね、そういう感じでやらないと、ただ単に衣装チェンジやってるだけじゃね、そうです。それは私もそう思ったので、作った時にそのデートの設定にして、分かる分かる。でもペルちゃんの場合は時々衣装チェンジというよりは早着替えになってる時あったよな、遅着替えになってる時。ああ、ありましたね、あのね、忘れもしない UGM のコンベンションでね、はいはい、ベルちゃんの場合はこの衣装ケースの中に入ってスッと出てきたら、持って入った衣装と変わってるってやつでしょ。そうなんです。なんですけど、なのに衣装持って入ったらなかなか出てこないんだ、ね、全然普通着替えだ。あの、あ、分かる、そういう時ありますよね。いやー、辛かった。ありがとうございます。ペルちゃんめっちゃテンパらない、テンパる、もう話もある、もう入った瞬間、テンパ。しかも UGM のコンベンションで、ゲストで大鳥の前だったんですよ。大鳥の膝って言いますけどね、はいはいはい、もう前で、大鳥の方は外人さんのゲストさんで、はいはいはい、もうテンパっちゃって、テンパっちゃってもう普通に着替えて、本当は袖はけるまでこう凛としなきゃいけないじゃないですか、相当へこんだみたいで、あのショーが終わってから、あのドクターレオンさんにペルっつって、まあ、失敗したのはしょうがないと、早着替えが普通着替えだったのはしょうがないけど、はい、袖履ける前にあのまだ姿が見えてるのにしょぼーんってやってるのしょぼーんってなんか見えたから、あれはやめなさい、ダメだよって。それはダメだ。でも体がしょぼーんってなっちゃってね。あ、よっぽどショック、自分では無意識っていうか、無意識、得意ネタやのに。そう、でも、私もさ、あのさ、バーテーションあの やらせていただいて、チェンジショーやってる時にもなかなかね、できもういけなくて、次に、いろいろ引っかかっちゃって、出たらね、ずっと足にくっついてて、衣装が、あ、まあ、でももうやるしかなくて、足だけテーブルに残してずっとやってて、もうへこみすぎて、終わった後、本当すいませんでした、もう本当ダメでって喋ってたら、マイクが入ってて全部聞こえて、ほらどこまでやる。それすごいすごい言われた。焦ってマイク入ってますみたいな感じで、ダメだよ。でも今日出ちゃうね、マイク入ってる。今日俺もね、びっくりしたことがあったんですよ。第2回目のショーの最初ね、はい、はい、2回目のショー、はい、1回目よりだいたいよく仕上がる2回目のショーね、はい、帽子持ってこうバーンって登場して、かっこよくオープニング、帽子をポンと置こうと思ったら、置くべきテーブルがないんだわね。で、あら、テーブルない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 、地べたにトンって置いて、でもうカードばらまいて、本当は全部帽子の中きれいに入るだけだった、テーブル出すの忘れてました。でも誰も出してくれないんだもんな。え、テーブル出したの、出すの忘れたって知らなかったんですよ、私たち。ああ、そう、言いました、テーブル忘れたって言いました、正直。あ、でも私ギャグかと思ってました、先生。どんなギャグやねん。そうだ、私聞いてなかった、その後マイクがないとおっしゃってて、マイクはない、そう探してて、したらステージ上にめちゃめちゃあるのにマイクないないって探してたんで、ちょっとなんか今日はお疲れなのかな。疲れてました。ちょっとそういうところをだいぶ見られてしまったなと。そうです、あ、そうか、ごめんなさい、テーブル内はちょっとうっかり聞いてなかったです。まさかオープニングからね、その大先生がテーブル忘れと思ってたんで。いや、まあ、でも先生普通にスランとやられてましたよね。もうだって出たらしょうがないからやるよ、で、出たら何が何でもその曲の終わりまではやるでしょ、みんな。もうそれは ね、そうね、それはやる、途中で止めたらしらけちゃうじゃん、あ、ごめんなさい、忘れてからやり直させてください。昔はそんなことやったことあるけど、もう今はとてもやらないけど、何しか上がったら最後までやると、そうですね、それはそういう根性じゃなきゃいけない、テーブルが引っかかる。私あれですよ、もう2回も天井に4本ぶつけたから、へこんで、だって天井低いからな、角度を1回目確認できてたから大丈夫だったけど、もう2回目で
あの調子乗ったんですよね。1回目は調子良かったんだね。1回目はちゃんとこうだからあの慎重にやってたんですよ、うん、やっぱ2回目慣れちゃったから、うん、ちょっとどこでもできるだろうくらいちょっとねあれしちゃって、あの座らないで立って投げたかったよ、ポンってやられて。慣れた頃に失敗するって。そうですね、あの自分が位置をちょっとずらしてれば綺麗にできたのに、はいはい、わざわざ暗くて見えなくて狭い位置に投げちょもう反省です。落ちたんだ、まあ、ジャグリングはねちょっと 2,3 回失敗した方が盛り上がりません？なんかいきなりできちゃうより、なんか容易にできちゃうより、うん、それが腹立つのよな頑張れっていうなんかね、そういう手品は失敗したら失敗だからね、うん、手品はもうマルキンマーク出すしかないですね。マルキンマーク生放送じゃどうしようもないじゃん。そうですね、あるでしょ。でもカードこれあなたのカードでしょ、いったら違いますって言われたことないですか？当たってなかったこと。あ、そんなことはねしょっちゅうですね。しょっちゅうかい、うん、どうするんですかそれ。え、違いこれですか、さあ違うって言ったらですよねっつって、あの終わるの、終わるか本当に分からない時は聞いちゃいます。選んだカード何だったか教えてくださいって。ほんでどっかから出すの。はい、どっかから出す、やっぱさすがだような雰囲気を出す出してないか、残っちゃい、雰囲気だけ、雰囲気だけ、雰囲気だけですね。天井ね、うん、穴開いてないか心配。そんなにガーンって当たったのか。ガーンって当たった。そう、当たったから高橋歩いてたらごめんなさい。優子さんが、皆さん一番得意なマジックは何ですかって。オロマ一番得意なマジック。え、一番得意なマジックですか。はいはい、じゃあ順番にいこうか。得意なマジックベスト3をみんな発表しましょう。あ、しょうこちゃんマジシャンじゃないじゃん。長いベスト3、長い長い、1個でいいですか。しょうこちゃんマジシャンじゃないじゃん。得意な技を説明して。じゃあね、得意技、はい、天井に当てることですよ今天井に瓶を当てるやつですね天井に瓶を当てるやつ、本当にペーちゃんなんですか、得意な。私はやっぱり口からドーナツ出すやつですかね。 あれマジックなんですか。あれマジックです。あれね、一回本物の、ドーナツが口から2つ出たって番組1個決まりましたから。へえ。なんか台東区ので番組が1個決まる。すごいね、それだけで。それだけで。素晴らしいな。じゃあ、はい、ドーナツ出して、はい、あの台東区の番組が決まったんだったら、はい、ステーキぐらい出したら全国ネットの NHK の番組ぐらい決まるんじゃないか、うん、ひょっとしたら ね, ね決まるかもしれませんね。頑張る、ステーキまず食べないと。はい、得意なネタは、はい、得意なマジック、はい、私はもうあれですよ、あのお絵描きマジックか。ああ、オリジナルですね。これはもう長いことやってないけど、うんうん、お絵描きマジック、ね、お絵描きマジックっていうのやってます。さすが。で、まああとはあのスライハンド系、テクニック系全般的に得意というか好きですね、うんうん、本当。でもスライハンドというとシルクとお絵描きといえばカズさんみたいな感じですね。シルクだとあれ何でもやり屋さんだな。確かに3つになっちゃった、うん、そうだがベスト3 で, いい で,、ね、でもクロスアップもペルちゃんはやりますよ ね, 結構ね。あ、クロスアップもね、はい、なんでですか。普通女子マジシャンあんま好きじゃないのか、ね、もともとクロスアップから入ったのもあるかもしれない、ね、お店から入ったの、テーブルホップか。はい、テーブルホップで、うんうんうん、はい、や目の前の人がこんなに、初めて会った人がこんなに喜んでくれたことが嬉しいっていうところから入ってるので、なるほどなるほど、テーブルマジックが多いかもしれないです。あ、じゃあステージの方が後なんだ。はい、はい、シュートさんから、はい、失敗の話やっぱり面白いです。翔子さんのショー見てみたいです。次のオズマンドの出演はいつですかと、なんと世界の小川修斗さんから翔子さん名指しできております。もう本当にこんな風にメッセージをいただけるだけでもう本当、うん、本当感謝いっぱいです。ありがとうございました。翔子ちゃん偉いよな。ビーズ飛ばしますよ翔子ちゃんも。シュートさんが来たらビーズ飛ばしますからねもう言っていただけるだけで感謝いっぱいでございます。みんなでこうビーズ持っててさシュートさんにビーズ飛ばす芸を、まあ、はい、あのあれだ、あの銀鉄砲でこうビーズ玉打って、今日シュートさん来るっていう噂あったじゃないですか。ありましたね。みんなで緊張して震えましたよね。震えた。来るな来るな来るなって。でも今日はあの旧教会の会長が来てくださいました、ね。そう、いらっしゃってくださいましたね。はいはい、ねでもすごいパワーいただきましたね。ケンさんいらっしゃってくださってたくさんお話ししていただいて。よかったじゃん。本当にありがとうございます。なんかね、だからそういう期待に応えなきゃいけないっていうのもプレッシャーになるでしょ。ならないかな。なりますと思います。翔ちゃんなんか特にやっぱりケンさんがね会った時にも見たよ翔ちゃんのアートにエールすごいねすごいねってもう
あのプレッシャーはねやっぱり あそうだよ、あると思う。ケンさんでもアートに入る見てすごい良かった、うん、あでも本当ありがたいです。すごい、でもすごいパワーになりました。すごい勇気になりました。うん、ケンさんが褒めるのはもう間違い、うん、今ねあの3人ともアートに入る出してますからね、皆さんね。そうなんです。そう、うん、見てください。みんなそれぞれで、はい、しょうこちゃんのやつはあの僕が撮影手伝いました。うん、ちょびっとだけ。ありがとうございます。ストーリー仕立てのね、はいはい。でペルちゃんのやつの監督はしょうこちゃん。しょうちゃんが監督で絵コンテ書いて物語を作ってくれました。ね、監督、ナイス監督。ペルちゃん素材がいいから。ナイス監督。でオイラはオイラ一人で作りました。すごいイラスト好きだね。感動的なやつ。まあ、皆さんあの東京都のアートニエルオでペルマジックでペル、あれしょうこちゃんマジックじゃないのね。はい、富田しょうこ。で出るですね。そうです。フレアバーテンダーで多分。東京しょうこじゃないね。あ、そう、私間違ったんだ。うん。で どっちで調べたら。私そう富田翔子って言うんですけど、はい、間違って申請の時に東京翔子って送っちゃったみたいで、自分で書いちゃったんでしょ。そうだから東京都のアートにいる、はい、東京都のアートにいる東京翔子って言っちゃって、しばらく東京翔子様でメールが来てて、うんうん、気まずかったんですけど、ついに最終的にすみません富田って言いますって。でもあのアートにいるのあの作品の最後に東京翔子を演じてるのが富田翔子みたいに書いてあった。そうです、あの直してもらえないかもしれないから、はいはいはい、分かんないからって言って、うん、最初動画投稿した時に、うんうん、東京翔子過去富田翔子にして、ま、もし直していただけたら直していただきたいですって送ったんですけど、うんうんうん、返信なかったんで、うん、あ東京翔子だろうなと思ってたら、まさかの直してくださいました。ありがとうございます。そうかそうか、でも東京証拠でも結構 ね面白いですよね。覚えやすいんじゃないかな、うん、新しい。でも昭和感半端ないって言われた、うん、昔東京ボンタっていう人いたけどね、芸人さんでね。あ、ちょっと存じ上げて年代がすいません。ここはあの昭和と平成とこほら誰が平成やねん、アホかお前。シュートさんが、あペルちゃんのクローズアップ見たい、ビーズ飛ばしますね。またクロスアップでもビーズ飛ばしますか。嬉しい、なおパンさんがビーズ飛ばしますよって。さすが、分かってる分かってる。あ、シュートさんがまたこの3人で出てください。シュートさんありがとうございます。もう誰が大変でね、カズさんが大変なんですね。あのいろいろみんな、ね、稽古に押しかけてみんなね、本当途中でちょっと僕あのすいません一旦抜けますって言ってね、稽古中にもう仮眠もねされるぐらい疲れる稽古ありがとうございます。いやいや、その稽古で疲れて、それまでが忙しかったからそうなっただけでね、うん、なるほど。別にね、ペルちゃんショコちゃんの稽古6時間もなければ付き合わないですよ。疲れたいですよ。すいません長いんですよ。長い、本当物作んなきゃいけないんですよ。道具作りもねたくさん作っていただいたわけで、今日はでもケンさんがね道具がね、翔ちゃんの手品も良かったし、ペルちゃんの道具も良かったよって言ってくださいましたね。道具、ね、100均で揃えたようなものが多いのにね、うん、道具が良かった。ちょっとね組み合わせるとねいい感じになるという感じ。まあそんなとこですかね今日はね。はい、はい、ね、今日は2回賞の後でかなりヘロってますので、はい、前みたいに1時間もやったら死んでしまいますので、はい、でもシュートさんがまた3人で出てくださいって言ってくださってるんで、はい、ぜひ機会があったら。あ、そうですか。また頑張らせていただきたいと思いますので。それはまあ頑張っていただくのは結構ですけども、はい、ね、大変だと思いますけど、あの失敗しないようにね、はい、じゃあ今度は天井当てないようにしょうこちゃんがやるそうですので、天井当てないように頑張ります。また来月は機会あると思いますから、はい、ぜひとも、はい、あと最後にチューリップさんがですね、はい、あのカズ先生のユニクロのうさぎちゃんの T シャツ買いましたっていう。わ、ありがとう、ありがとうございます。第2弾の方ですね、うさぎさんの方は今度はね、第3弾違う、まだ第3弾ってパーカーだ、ほら、まあ、T シャツほら寒いじゃん、うん、パーカーですね、パーカーの背中に、うん、あのウサギ入ってるやつをあのメグちゃんっていう子が、ね、気に入ってくれて、この間配信の時着てたよね、うん、そうですね、次パーカーがいいですね、うさぎさんは、ね、うん、ちょっと値段高いけどまたパーカーの方もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあ、今日はこの辺でまたね、はい、皆さん来月お会いできたら嬉しいなということですので、ぜひおつまんと来てください、よろしくお願いします、はい、皆さんはここのチャンネル登録をお願いしますって、お願いします、うん、チャンネル登録すればなんかいいことあるよ。出てないんかいチャンネル登録だ、ね、この辺の下にある、あ、この辺です下の方へ登録してね、うん、でお腹減ったよね。お腹はペコリンですね。お腹ペコリンでございますか、はい、ペルちゃんはいつも稽古の時に果物を持ってきて食べてます。はい、あ、そうです、あ、
ゆりさんが最後だけでも見れてよかったって言ってくれてます。うん、ああ、そうなんだ。ありがとうございます。はい。そして高橋優子さん、お疲れ様でした。はい、寒いので風邪ひかないようにお気をつけください。そうだよね。翔子ちゃん寒そうだもんね、はい。はい。チューリップさんもとても楽しかったです。失敗話って言ってます。はい、ありがとうございます、はい。またお会いしましょう。はい。ありがとう。またねー、はい。チャンネル登録してね。はい。17も見てね。